うらら、私のそばを離れるな。わかったわ。バラノスケ、頑張って。よーし、俺だって。さて、行くぜ。あ、石松、気をつけて。おう、おりゃーてやー。さあ、どうだ、参ったか。おお、見ろ、ヒストローム値が下がっていくぞ。これで歴史は正された。よかった、石松、バラノスケ、やったやったわ。うらら、おい、うらら。あ、なんだ、小松崎くんか。どうしたんだ、こんなところでぼんやりして。危ないだろう。ちょっと考え事してて。そうなんだよね、ここは21世紀なんだ。さよ、時代は21世紀、つまり現代。物語はやはりここから始まる。のっけからため息を漏らすこの女子高生が、ご存知主人公、ふもとうららである。それにしても、なんか寒気が。ふっち、なんだよ、風邪か。まずいな、明日テストだってのに。だよね、なんと過酷な現実。やっぱ私、21世紀は向いてないかも。ん？なんだって？別に。それはそうと、なんでテストの範囲が戦国時代なわけ？授業と全然違うじゃん。うちの歴史の先生は、大の大河ドラマファンだ。ほら、やってるだろう、今。ぎ、それで無理やり戦国時代に？なんて自分勝手な。だったら明治維新や源平合戦でもいいじゃん。同じ大河ドラマなんだし。あの辺なら私でも。って、あれ？ね、小松崎くん。え？源平合戦と戦国時代、どっちが先だっけ？いやはや。相変わらず成長のないうららである。何よ、ため息なんかついて。いや、大河ドラマで思い出してさ、山内和豊の妻を。山内和豊の妻？仲間由紀恵がやってる役ね。名前は千代。戦国時代、無名の武士だった山内和豊を、山の内とも言うけどね。その山内和豊を内助の功で、土佐藩主にまで押し上げた女性だ。内助の功？何それ？家庭にいる妻が、夫が出世できるよう陰ながら助ける、そういう意味だよ。有名な話がある。妻の千代は、和豊に馬を買ってやるんだ。馬を？誰もが羨むような立派な名馬をね。千代は結婚の時、実家から持参したお金を隠し持っていたんだ。鏡を入れる箱だったかな、その中にこっそりとね。へそくりってわけ？それも、金10枚。今なら、何百万になるかも。それを、夫の和豊のために使った。もったいない。でも、なんでそれが内助の功なの？そのおかげで和豊は出世したからさ。なぜかっていうとね。それよか、なんでそれ思い出してため息つくわけ？なんでって、別に。言っとくけど、私に内助の功を期待しても無駄よ。いや、そんな、俺は何もね、そういうつもり。はい、ほら、ついたよ、曲がり角。あんたはあっち、私はこっち。じゃあね。おい、うらら、そんな、ちょっと。まったく、何考えてんだか、勘違いしないでよね。帰り道を行くうららが、人通りのない裏道に差し掛かった時である。あれ、あんなとこにラーメン屋の屋台が、新規開店ってわけ？こんな場所で売れるわけが。なんて言いつつ、立ち止まってしまう私。どうしよう。何よ！うららの前に、突如、金属の物体が現れた。スクーターに似たそれは、次元移動機であった。やあ、うらら、久しぶりだな。バラノスケ！剣崎バラノスケ。ご存知、
25世紀の元プロの殺し屋である。相変わらずみっともないな、君は。何よ。鼻水が垂れてる。ティッシュは。これを使え。ほら。ありがとう。おいおい。これじゃ、再会の甘いムードも台無しだ。何言ってんのよ。私とあんたにどんな甘いムードがあるっての？相変わらずうぬぼれやね。バカのすけ。バラのすけだ。どうでもいいけど何のよ。君に一緒に来てもらいたい。戦国時代で事件だ。何言ってんのよ。冗談じゃない。バカ言わないで。だが、今度の事件の犯人は、実は、石松なんだ。石松？石松とは、これまたご存知。25世紀のタイムトラベル管理局統一執行部員のことである。石松が犯人？ちょっとそれどういうこと？石松は今戦国時代にいる。戦国時代に？石松も大河ドラマファンなの？何言ってる。奴はあの時代で反乱を起こす気らしい。反乱？思えばあの時奴は気になることを言っていた。なあバラノスケ、聞いてくれよ。なんで俺がリストラの候補なんだよ。これほど統一執行部に尽くしてるってのによ。指揮所、今に見てろよ。なんてこと、赤ちょうちんの飲み屋で。赤ちょうちん？25世紀に？今レトロブームでね。でもなんで石松がリストラに？頑張ってると思うけど。だがそれだけで評価されないのがサラリーマン社会の常というもの。いつの時代も同じだ。容量悪そうだもんね。だが統一執行部も放ってはおくまい。場合によっては抹殺される可能性も。抹殺？冗談でしょ。その前に奴を見つけ出すんだ。説得して連れ戻したい。待ってよ。でも何も私まで行かなくても勘弁してよ。石松は仲間じゃなかったのか？私はそう思っているが。仲間？そりゃそうだけど。うららの脳裏にふと石松の思い出が蘇った。うらら、助けに来たぜ。さあ悪党どもかかってきやがれ。うららはこの俺が守ってみせる。だよね。石松はいつも私を守ってくれたっけ。ああ、そして三人で一緒に頑張ってきた。そうだろ。だから私も石松のために。それが仲間、友情ってもんよね。友情を裏切るわけにはいかないわ。ああ、そうとも。なーに、すぐに済むさ。我々が行けば石松も反乱を思いとどまるだろう。わかったわ、バラノスケ、行こう。うらら、後ろでしっかり捕まってろ。さあ、行くぞ。かくしてうららとバラノスケは次元移動機にまたがって異次元空間へと乗り出した。ああ、いかん、また鼻水が。これを飲みたまえ、ほら。栄養ドリンク？強力よみがえるウルトラスーパーデラックス、需要競争、勢力増進。なんかエッチっぽい。私の常備薬だ。実によく効く。さ、本当に効くの？肉。ちょっと何これ。我慢しろ。療薬口に逃がした。石松の居所は分かった？今探知機で調べている。戦国時代だからおそらく16世紀後半だろう。さてどこだ。1580年、1575年。おや、なんだこれは。どうしたの？マシンの様子がおかしい。うわ、どうなってんの。ひょっとして妨害電波が。まさか石松が。どうなって、あ、ダメだ。二人は異次元空間に投げ出された。バラノスケ！
うららとバラの助、二人は離れ離れとなって異次元空間を落ちていった。うららが着地したのは平らな土の上だった。どこなのここ。うららが前方に目を向けた。すると野原の向こうに大勢の人影が見える。何してんだろう、あれ。みんな馬に乗って、旗いっぱい立ってるし。それにあれ、鎧だよね。みんなで鎧着てこっちを見て。うららは振り返った。するとその方向にも大勢の人影が見える。こっちは柵がある。木の柵がずっと続いてる。その柵の向こうで、鉄砲だよあれ。みんな鉄砲こっちへ構えて。あっちとこっちで向かい合って。ちょっと待てよ、どういうこと。でもってうららは考えた。私は今とんでもない結論を出そうとしてる。つまりなんだよ、私は今。さよ、うららは運悪く今まさに戦が始まろうとする合戦場の真っただ中に着地したのである。うわぁ、始まった、大変だ。うららは駆け出した。ちょっと待って、まだダメ、逃げるから待って。うららは近くの雑木林に駆け込んだ。戦場では突撃した騎馬隊が相手軍の防護柵めがけて突き進んでいく。鉄砲隊は間断なく弾を放つ。騎馬隊は相手軍の柵に阻まれて行き場を失い、中断の餌食となった。戦場は兵と馬の死体にあふれ、これが歴史上有名な武田と織田の長篠の戦いであるとはうららはまだ知るはずもない。なんてひどい、こんなことって。この時織田軍の大将信長は3000丁の鉄砲を3体に隊を次々と入れ替えることで連続射撃を可能にした。三段撃ちと呼ばれるこの独創的な戦法により武田の精鋭軍は壊滅したのである。なんて長々とうんちく語ってる場合じゃないのよ。どうしよう、こんなとこにいられない、逃げなくちゃ。はい、ここで何をしてるんだ。振り返ると一人の武者が槍を手に駆け寄ってくる。君は何ちゅうもんだ。さては織田の患者か。ちょっと待って、違うの。この首をもらった。いや逃がしゃ死んど。武者が槍を構えてうららに迫った。そんな、待って、私は敵じゃない。黙れ、俺んと武田の動きをめっける忍びずら、覚悟。ああ、どうしたらいいの。俺に聞くな。聞いてないってば。あ、ちょっとストップ、来ないで。あ、よく見ら、大した女だ。すぐ殺すにゃもってねえな。何よ、どうする気？うわ、来ないでったら。いいからこっち来。ほら、ジタバタするじゃねえ。いや、離して、やめてったら。このうわ、うららのパンチに武者が吹っ飛んだ。あれ、嘘、なんで。うわ、伸びてるよ、なんでこんな力が。あ、もしかして、バラの助にもらったあのドリンクのせい？おー、やった！鼻水も治ってる！おーい！うわ、また来た。またも武者が一人、うらら目指してやってくる。よし、こうなったら、右、左、ふっ、アッパー！よーし、どっからでもかかっといで！おいおいおい、待って！わしは味方じゃ。味
方？その方が討ち取ったのは武田方の武者。わしは織田方のものでな。味方と言ってもよかろ。おお。しかし、言ってやこの武者をどうやって。いやあ、見事なもんじゃ。羨ましいの。はあ？どうじゃ。物は相談だが、この首をわしにくれんか？首を？そうじゃ。今なら誰も見とらん。わしが代わりに、この武者の首をかっきって。ちょっと待て、何言ってんのよ。冗談じゃないよ。ダメか。当たり前でしょ。そうか、やはりな。何なのよ、この人。わしか？わしは織田軍、羽柴秀吉隊の山内伊右衛門和豊というものでな。山内和豊？ちょっと待ってよ、これが山内和豊？どこが上川隆也よ。なんか情けないっていうか。しかし情けないの。そなたのような女子にできてどうしてわしに敵が撃てんのか。これだから戦はすかん。ちょっとあの、あ、なんじゃ。今っていつ頃、何年の何月。ああ、天正三年の五月だが。天正三年五月、場所は、ここはどこ。ここは三河の流しのシトロゴホロド。三河長篠は現在の愛知県東部にあたり、この時代は徳川家康領であった。そこへ武田勝頼率いる武田軍が攻め入り、対する家康信長の連合軍とここ設楽原の地で決戦となった。天正3年1575年5月21日のことである。どうした、そんなことも忘れたのか。ええ、まあいろいろあって。一体何者だ、どっから来た。それが全然何にも覚えてなくて、あ、困ったな、どうしよう、なんて。それは気の毒に。おっと、こうしておれん。早く行かねば敵が逃げてしまう。わ、ちょっと行っちゃうの。なんじゃ、なんか用か。つまりその、戦も終わったようだし、私も行くとこないわけだし、この際こんな人でも頼るしか、あ、いえ、情け深い和豊様におすがりしたいと。つまり何か、わしにそなたを連れてきあれと。そういうこと。バカね、何を申すか。わしは行くぞ。わ、そんな。おい、やめてくれ、そんな目でわしを見るな。大体なんでわしが。だってね、いいでしょ。しかし妻が何と言うかと言って、このままにするのも。いや、しかし私うららっていうの、よろしくね。あ、おい待て、わしはまださあ行きましょ。どっちかな、こっち、こっち。なんでこうなるんだ。これだからわしは出世できんのだ、情けないの。一方、バラの助はうららのいる場所とは遠く離れたとある山中をさまよっていた。どこだろう、ここは。尾張、あるいは三河のあたりか。年代はおそらく天正3年1575年だが、どうする。こうなってはうららを探すことなどとても。誰かに。姿はないが気配が。前1、2、3、背後に2人、いや3人。まずい、囲まれた。その時周囲で人影が動いた。木の上や茂みから男たちが飛び出し、一斉にバラの助を襲った。くそ、出ろ。男たちが次々と襲いかかる。バラの助は担当で応戦した。手裏剣か。するとこいつらは忍び。不甲斐ない、どけ、わしが相手じゃ。進み出たのはひときわ眼光の鋭い男であった。貴様、ただ者ではない。どこの者だ。
高賀衆か。誰でもない。影。そう。影のようなもの。お前たちのようにな。ふん、こしゃくな。だがこれまでだ。貴様もこの服部半蔵は倒せまい。服部半蔵？さあ行くぞ、勝負だ。ダーッ！おっと、え、くそ、ダーッ！バラの助はとっさに木の葉をつかみ、空中にばらまいた。おっと、貴様、こんなことでわしを。消えた、そんなバカな。ここだ半蔵、お前の後ろだ。何？おっと、動くな。背中に短刀が突き刺さるぞ。信じられぬ。いつの間に。忍法この葉隠れ。引っかかったな、服部半蔵。お主、どこでそのような術を。なーに、真似をしてみただけさ。あんたたちの忍術をね。我らの。知らぬ。それが忍術というものなのか。なんだって。いや、参った。降参じゃ。お主に頼みがある。わしを弟子にしてくれ。弟子に。実は忍びとは名ばかりでの、実態は野党じゃ。聞けば甲賀の連中は派手に術を使って戦国大名に重宝されているという。羨ましい。どうかお主のその術を我ら伊賀の者に伝授してくれ。我らも立派な忍者になりたいのじゃ。どうなっているんだ。頼む。これ、この通りじゃ。それはいいが、ところで聞きたいことがある。ここはどこだ。何、ここは伊賀。伊賀の国だ。伊賀で今何年になる。天正3年だと思うが。天正3年。おかしなことを。それは2年も先だ。2年も。すると今は。ああ、天正元年。バラノスケがタイムスリップした時代は、うららとはズレがあった。バラノスケから見れば、うららがこの時代に現れるのは、まだ2年先のことである。2年。2年も。うららとバラノスケ、二人を離れ離れにした張本人は、反乱を企む石松であった。彼は、同じ戦国時代の離れた場所で、統一執行部員が所持する電卓を操作していた。これでよしと。二人の次元移動機は妨害電波でこの戦国時代へは来られないはずだ。ちょっと電波が強すぎたかもしれないが、まあ大丈夫だろう。まさか爆発するなんてことはあるまい。二人には会いたくない。これで諦めて帰ってくれるといいんだが。そんなこととは知らず、うららは戦を終えて凱旋する山内和豊と共に、近江の国、長浜に足を踏み入れていた。現在の滋賀県琵琶湖北東岸の城下町である。どこかにバラの助が会っていないか。ああ、参ったな。これからどうなるんだろう。うらら、何を見舞いしてる。そんな珍しいか。まあ、賑やかな街だなーって。俺、あれを見や。長浜城。羽柴秀吉様が築かれた城だわ。信長様の草履取りから、こうして長浜の領主にまでなられた。てやしたものよの。わしにはとても真似できんわ。ほんと大丈夫かな、この人。どう見ても将来殿様になるって感じじゃん。本当にこれが山内和豊なの？しかし、困ったの。また首が取れんかったわ。わしには持って帰る首がないわ。この時代、武士の評価は戦場での功績、特に獲得した敵の首の数で決まることが多かった。なんとも残酷な話だが、首が位の高い武将であるほど、数方の額も上がったという。やめてよ、首って。気持ち悪いったらありゃしない。しかしこれでは、帰ったら妻が何というか。ああ、うらら、俺、あれがわしの屋敷じゃ。屋敷では、山内和豊の妻が待っていた。
まったく、呆れてものが言えんがね。首の代わりにこんな女を持って帰るとはね。あの、うららです。よろしく。うららだかなんだか知らんけど。戦に行って人助けしてどうすんのよ。ほんと会所なしだよ、あのとこは。あの、千代様ってよろしいんでしょうか。ん？そうだけど。それが何？うへえ、やっぱ本物だよ。これが山内和豊の妻？なんか性格悪そう。とても内助の子ってからじゃ。仲間ゆきえに見せてやりたいよ。何じろじろ見とるの？いえ。一体何者なのあんた。どうやらお邪魔のようね。失礼するわ。ちょっと待った。逃げよったってそうはさせないよ。あんたのおかげでこっちは大損だからね。ちょっとでも元取らなきゃ。そんな、ちょっと待ってよ。首が取れんかった分、あんたに働いてもらうからね。え、マジで？ほら、何しとんの？さっさと始めよう。怠けると、飯抜きだでね。かくしてうららは、山内家の下女に収まり、こき使われる羽目となった。めでたし、めでたし。って、そんなわけないでしょ？冗談じゃないよ。なんでこうなるのよ。一体どうすりゃいいのよ。和豊の屋敷で、うららは廊下の拭き掃除に精を出していった。って、精なんか出るわけないでしょうが。いい加減なこと言わないでよね。もう、手なんかこんなに荒れちゃって、腰も痛いし、うん。うらら、ちゃんとやっとるんだろうね。サボったら承知せんよ。うるさいなあ、もう。なんかおとぎ話の主人公みたい。ママ母にいじめられる発酵の美少女。そこへ白馬に乗った王子様が。そこへ、ダバに乗った和豊様が現れた。だよね。世の中そううまくは。どうも。おう、うららか。精が出るな。和豊様、ちょっとこれどういうこと？おい、そんな目でわしを見るな。どころわしを連れて帰りたかなかったんじゃ。まさかこうだとは思わないでしょ？山内和豊の妻って言えば、内助の子で有名なんだし。内助の子？とにかくなんとかしてよ。うらら、誰と話しとるの？おっと、いかん。わしはこれで。うらら、まあ、辛抱せ。辛抱じゃ。なあ、ダメだありゃ。でもなんかいい手ないの？あの女をギャフンと言わせるような。そうだ、あれがあった。何があったって？お、いつの間に。何ぼんやりしとんのよ。サボっとちゃあかんでしょ。いいのかな、そんなこと言ってて。いい加減にしないと、あんたの秘密、ばらしちゃうから。秘密？何秘密って。あんたのへそくりのこと。つまりあんたは、こっそりお金を隠し持っている。それも大金をね。何よ、バカ言うんじゃないよ。金額はそう。ズバリ金10枚。でしょ？え？そう。ほーら、やっぱり、わかってんだから。何言ってんねよ。そんなもんあるわけ。あ、どこ行くの？何？探すのよ。さーて、どこだっけ？タンスの引き出しじゃなかった。そう、鏡？あ、そう、鏡の箱。あー、ちょっとそこは。もういいわ、わかったって。さあ、ならいいんだけど。だからどうだってんの？私は平気よ。カズトヨが知ったって、あの男に文句なんか言えやせんもんね。でも近所に知られたら、外面はいいって言うじゃない。要塞で通ってたりして、悪い噂が立つと困るんじゃないの？あんたも嫌な女ね。どっちが？どうすりゃいいの？何が望み？かくしてうららは、下女から客人へとレベルアップしたのである。馬を？あの和豊に？そう。あんたの隠してるそのお金でね。それも誰もが羨むほどの立派な名馬を。このお餅甘くて美味しい。冗談言っとちゃあかんわ。そんなうまかったって、
あの男には宝の持ち腐れだわ。やだ、もったいないでしょう。たかが馬に金十枚なんて。でもそのおかげで、カズトヨ様は出世するってわけよ。カズトヨが出世を？わからんね。どういうこと？内助の功ってあるでしょ？内助の功？せっかく一国一城の主になれるチャンスだってのにさ。一国一城？あの男が？頑張れば、いずれはね。あんたの腕次第じゃないの？わかるのかい、それが。まあね。あんたって、まるで未来人みたいだがね。未来人？何なの、それ。未来を見通す不思議な力を持ったお方のことだがね。ちょっと待って、どういうこと？未来人って、なんでそんなこと知ってるの？なんでって、信長様のご家来にそんなお方がおらっせるに。人はみんな、あの方を未来人って呼んどるよ。なんだって？誰なの？そのお方の名前は。光秀様よ。明智光秀様。明智光秀。後に謀反を起こし、京都本能寺で信長を死に追いやった武将である。明智光秀が未来人？どうなってんの？うららは、庭にいた和豊を捕まえた。光秀様のこと？そうよ。どんな人なの？それが、よくわからんのだ。噂では長く諸国を流浪しとられたとか。それが今では、近江坂本城の主。異例の出世だわ。でもそんな人が、どうしてそこまで出世を？決まっとる。未来人だからだ。光秀様が申されたことは、後に必ずその通りになる。未来が見えるのじゃ。信長様にとってこれほど頼りになる家来はなかろう。違う。未来が見えるんじゃない。最初から知ってるのよ。私のように未来から来たから。ねえ、和豊様、会えないかしら、光秀様に。会わなきゃならないの。無理を申すな。相手は殿様だぞ。わしとは格が違う。そなたを引き合わすなど、できるわけがない。ねえ、そんなこと言わないでさ。しかし、なんでわしがそこまで。おいおい、そんな目でわしを見るな。まあ、そんなわけで、和豊は、とにかくも奔走した。と言って、当てがあるわけもなく、つてを求めてむやみに歩き回るばかり。ところが、それが幸いし、広まった噂を聞きつけた光秀が、うららを城へ呼びつけたのである。カズトヨ様すごいわ。私見直しちゃった。そうか。それじゃ、カズトヨ様、千代様、行ってまいります。うららは屋敷を後にした。まったくおかしな女だったよ。ああ、そうだな。何その顔、なんか寂しそうだけど。え、バカな。わしは別にそんな。変な気起こすと、ただじゃ置かないからね。あ、ところであんた、馬欲しいかい？馬？何のことだ？別に、ちょっと聞いてみただけだわ。近江坂本城に到着したうららは、城内の広間に通された。殿のおなりでござる。ははー。うららはひれ伏した。やがて前方の一段高い座に人の座る気配があった。うらら、苦しゅうない。面を上げい。ははー。顔を上げると、そこには見覚えのある男がいた。久しぶりだな、うらら。石松、やっぱりあんただったのね。おい、やめんか、無礼者。殿に向かって何を。構わぬ。この者とは実婚の間柄でな。積もる話もある。しばらく下がっておれ。ははー。さてと、うらら、まさか君がこの時代にいるとはな。来られないよう妨害電波を送ったはずなんだが。妨害電波？それじゃあんたが。おかげでバラの助とはぐれちゃったのよ。どうしてくれるのよ。バラの助と？どうして？どうしてもこうしても、異次元空間で次元移動機が爆発したのよ。爆発？そんな、
やっぱりメモリを間違えてたか？まったくとんだ災難よ。ひどいじゃないの。仲間が来るのを妨害するなんて。すま、悪かった。いや、来て欲しくなかったんだ。邪魔されたら困ると思ってな。だいたい何やってんのよ、あんた。どういうつもり？見ての通り、殿様をやってる。明智光秀。うららも名前ぐらいは知ってるだろ？だから、なんで戦国時代で殿様やってるわけ？俺はこの時代でヒストローム値が上がっているのを知って、それで調査のためにやってきた。どうしてヒストローム値が上がったの？歴史が歪んだからだ。歴史の歪み？本来の歴史にあるべきはずのものが、ここではなくなっている。それが歴史の歪みだ。それで、どんな歴史の歪みがあったの？ここには、明智光秀に当たる人物がいなかった。明智光秀がいない？ああ。だから俺は、とりあえず光秀役を務めることにした。これ以上の歪みを防ぐためにね。つまり、偽物ってこと？でも、あんたと光秀は顔が違うでしょ？よくそんなことができたわね。そうじゃない。いいか？光秀そのものが存在しないんだ。本物がそもそもいなかった。だから、俺が光秀になることによって、この世界に初めて光秀という人物が誕生した。つまり、俺が本物の光秀なんだ。本物の？あんたが？それじゃ石松はどうなるの？あんたは本物の石松でもあるわけでしょ？俺たちがいるこの世界はすでに歴史の支流になっちまった。ヒストローム値が上がって歴史の本流から枝分かれしたんだ。だから歴史の本流では俺は石松だが、この支流では光秀ということになる。でもあんたは石松よ。私にとってはね。だからその、まあそういうことだ。でもそれじゃ、あんたは統一執行部の仕事をしたわけでしょ？なんでそれが反乱だって言われるの？つまり、俺は、考えを変えた。そういうことだ。考えを変えた？聞いてるんだろ、バラノスケからリストラの話を。帰ってもどうせ俺の居場所はない。いくら頑張っても誰も認めてはくれないんだ。わかるか、うらら。それがどんなに辛いことか。うん、そりゃ、気の毒には思うけど。だが、ここでは違う。俺は、織田信長に認められ、こうして城と領地まで与えられた。光秀になることで、俺はこの戦国時代の面白さを知ったんだ。この時代では誰にでもチャンスがある。知恵と力さえあれば、天下を取ることが可能なんだ。天下を取る？まさかあんたもそれを。ああ、そうとも。俺にだってやれないことはない。待ってよ、何言ってるの？あんたは統一執行部員なのよ。そんなことしたらどうなるか分かってるはずよ。ああ、分かってる。だが、俺には歴史を知っているという知恵と、武将としての軍事力がある。天下に手が届く。歴史を変えることができるんだ。そんな、石松本気で言ってるの？ああ、もちろんだ。まったく、何考えてんのよ。バカじゃないの？あんたにそんなことできっこない。どうせすぐ失敗するに決まってるわ。なんだと？バカにすんな。俺だって、その気になれば。ああ、無理無理。やめた方がいいわ。後悔しないうちにさっさと荷物まとめて帰ることね。あ、ちくしょう。いい加減にしろよ。俺を誰だと思ってんだ。明智光秀だぞ。バカね。石松じゃないの。ああ、くそ。もういい、うらら。帰ってくれ。何よ。わざわざこうして来てあげたのに、仲間の友情を無にする気？友情か。そんなものはこの時代に必要ない。あるのは裏切り。それだけだ。相手を裏切り、いかに自分がのし上がるか。昨日の友が今日には敵になる。それが、この戦国時代だ。石松！どうしても邪魔するというのなら、こっちにも考えがある。何を、どうする気？おい、誰かおらぬか！出会え！この者を牢へ連れて行け！そんな、ちょっと待って、石松！誰にも邪魔はさせん。俺はこの時代で生きる。生きて、勝ち抜いて、この時代を支配してやる。ちくしょう。見てろよ、うらら。今に俺はきっと。ああ、石松、一体どうしちゃったのよ。さあ、この者を連れて行け。駆けつけた光秀の家来が、うららを取り押さえた。うん。あ、何するの？話して！どなしくしろ！そら！石松、やめさせて！ひどいよ、こんなの！乱暴な扱いはしない。
動きを封じるだけだ。うらら、悪いがそうさせてもらう。そんな、ねえ石松、バカなことはやめて、目を覚まして、お願い石松。もうよい、連れて行け。はっ、さあ来るんだ。やめて、話してたら、この、お、あ、おい、うらら。うららは駆け出した。逃げたぞ、おい、おのれ、待て。うららは城の廊下を駆け回った。なんとかして逃げなきゃ、ここで捕まるわけには。あ、でもどっち、右、左、えい、こっちだ。捕らえよ。うわぁ、だんだん追っ手が増えてくる、やばいよ。あ、今度はどっち。あ、もうどっちだっていい。お、いたぞ。あい、こっちだ。しまった、挟まれた。うららはとうとう立ち止まった。廊下の前と後ろから家来たちが迫り来る。ああ、もうダメだ、どうしよう。その時である。お、なんだこれは。手裏剣、手裏剣だ。突如、まるで湧き出るように人影が現れ、うららを守って取り囲んだ。黒装束に覆面姿の男たちである。何？どうなってるの？いや、うらら、待たせたな。その声は、バラノスケ！おのれ、忍びめ！何をだ！この娘を取り戻しに来た。目的はそれのみ。黙って通してもらおう。なんだと？この、ディアー！え？くら！あー！えい、かかれ！一人も逃がすな！バラノスケ、どういうこと？今までどこに？話は後だ、今忙しい。バラノスケ殿、ここは我ら、早く。おう、半蔵、では任せた。うらら、行くぞ。ちょっと、そんな。さあ、侍ども、ここはこの服部半蔵が通さぬぞ。これでも食らえ。見たか、忍法火遁の術。これぞバラノスケ殿より伝授された伊賀忍者最新の術。どうだ侍ども、参ったか。一方、バラノスケはうららを連れて城内を逃げていた。おい、あそこにいるぞ。おい、くそ、そこら中敵だらけだ。どうするのよバラノスケ、逃げられないよ。やむをえん、こっちだ。バラノスケが目指したのは天守閣であった。うらら、階段を上がれ、早く。そんな、逃げ場がなくなるわ。どうせ逃げ場はない、とにかく上がれ。てぇ、マリ、ここは通さんぞ。どりゃあ、バラノスケ、上からも。くそ、くそ、おうらら、急げ。ついにうららとバラノスケは天守閣の最上階に達した。どうする気なの、こんなとこまで来ちゃって。すぐにみんな上がってくるわ。その前に逃げるさ、ここからね。ここから？どうやって？忍術を使う。私はここでは忍者なのでね。ちょっと、なんなのそれ。うららの時代で言えばパラグライダーってところかな。試しに作ってみた。名付けて忍法トンビの術。大丈夫なの？多分な。ほら、この紐を体に結んで。いや、でも、あ、ちょっと。おい、いたぞ、行け、捕らえや。ほら来た。さあうらら、しっかり捕まってろ。そんな、ちょっと待って。行くぞ、すぐ。うららとバラノスケがふわりと空に浮かんだ。よし、うまくいったぞ。わあ、ダメ、おろして。おい、暴れるな、危ないだろう。うわ、だってこんな、うわ。天守閣では鉄砲隊が動員された。逃がすな、早く撃て、撃て、撃て、撃ち落とせ。やめー、もうよい。殿、殺してはならん、放っておけ。石松は空を遠ざかるうららとバラノスケを見送った。
ついにバラの助まで厄介なことになったぞ。うららとバラの助は風に乗っていた。眼下には交通の要衝として栄える坂本の町並みが広がっている。うらら、目を開けてみろ。いい眺めだぞ。いやよ、そんな。いいから、ほら。大丈夫だ。さあ。そう、どうだ。あ、飛んでる、飛んでるよ。しばらくこうしていよう。久しぶりのデートだからな。何言ってんのよ。だいたい今までどこにいたの。助けに来るって約束したくせに。だからこうしてやってきた。遅いのよ。一人で苦労してたんだから。なんでもっと早く来てくれなかったのよ。そうしたくてもできなかった。不可能だった。どうして。異次元空間に投げ出された時、君と私は別々の年代へタイムスリップしてしまった。君は天正3年、私は天正元年。2年のズレがあった。2年の。私がタイムスリップした年代では、うららはまだこの時代に現れていなかった。君がやってくるのはまだ2年も先のことだった。それじゃあんたは今まで。ああ、待つほかなかった。そうだったの。2年も。ごめんね、バラの助。文句言って悪かったわ。あんたは2年も余分に年を取ったんだもんね。大変だったろうに。とにかく約束は守った。必ず助けに来ると。どうだ、うらら。見直したか？とかなんとか言って、ちょっとくっつきすぎ。顔が近いっての。あんまりひいきに。ほら、動くな。危ない。じっとしてろ。じっと。うん。うららは、バラの助に支えられ、風に身を任せた。バラの助から伝わるぬくもりが、今のうららには何よりも心地よかった。その夜、二人は人里離れた山中に身を隠し、これからの対策を練ることにした。バラの助は知ってたの？明智光秀が石松だってこと。ああ。と言っても、つい最近のことだが、思いもよらなかったのでね。まさか石松が、そんな有名人になりすましていたとは。それに、私もいろいろと忙しくてね。何やってたの？タイムスリップした時、今から2年前だが、その時最初に出会ったのが、伊賀忍者の棟梁の服部半蔵だった。ほら、城で一緒にいたあの男だ。服部半蔵？聞いたような。そう、忍者服部くん。それと関係ある？まあ、小説や映画のモデルにはなっている。とにかく私は、その服部半蔵の師匠となって、彼らに忍術や格闘術を教えていた。師匠に？あんたが忍者に忍術を？それがおかしな話でね。彼らは忍者のくせに、ろくに忍術を知らなかった。だから私は、25世紀で身につけた技術を伝授した。だが、私のその技術は、元をたどれば、彼ら忍者の術を参考にしているわけで。つまり、どういうこと？つまり私は、自分で伊賀の忍術の基礎を作り、そうとは知らずに、25世紀でそれを学んだことになる。わからん。一体どうなっているんだ。私に聞かれても。不思議だ。それで、どうするの？石松ったら天下を取るなんて言ってるわよ。ほっとくつもり？もちろん、なんとかして止めたいが。ああ、でも待って。天下を統一したのは、多分、豊臣秀吉で、その後が徳川家康だったような。はあ、珍しく知っているな。なにそれ、皮肉？こんなの基本でしょうが。確かに、明智光秀は天下を取っていない。歴史ではね。本能寺の変というのを知ってるかい？本能寺の変？本能寺の変とは、京都本能寺に宿泊していた織田信長を反逆した家臣明智光秀が襲撃したクーデターである。信長はこの時追い詰められて自害したという。天下統一を目前にしたまさに絶頂期での死であった。天正10年1582年6月2日、今から7年後のことだ。つまり、
石松がその事件を起こすってこと？ああ。石松、すなわち、光秀がね。だが、そのすぐ後で、彼は、山崎の戦いに敗れ、天下を取り損なう。山崎の戦い？本能寺の変の方を受け、岡山、備中高松城を包囲中であった秀吉は、急遽大軍を率いて引き返し、京都、山崎の地で、光秀軍を攻め滅ぼした。これが山崎の戦いである。そして、光秀は敗走する途中、落ち武者狩りにあって死んだと言われている。死んだ？本来の歴史ではね。だが石松はそれを知っている。そうならないよう、歴史を変えるだろう。どう変えるっていうの？つまり、光秀はそこでは死なない。生き延びて、最終的に自分が天下を取る。バカな。すぐにやめさせなきゃ。もう一度坂本城へ行って、石松を説得するのよ。ところが、それがそうもいかなくてね。どうして？石松は、この世界では、明智光秀そのものなんだ。彼の行動を下手に今阻止すれば、歴史を変えてしまう恐れがある。だったらどうすれば？当分、様子を見るほかないだろう。本能寺の変は、七年後だ。ということは、何？七年待つってこと？まあ、そうなるな。いやよ、そんなの！なんで七年も？冗談じゃないわよ！明治維新の時も、確か、七年ほどかかったと思うが。やめてよ！あんなことは二度とごめんよ！ねえ、なんとかしてよ！もっとこう、手っ取り早く済ます方法はないの？私だって待ちたくはないが、身動きができない！次元移動機も破壊されて、もうないしね。そんな、勘弁してよ！何をすぐに済むって言ったくせに！とにかく、このままでは帰ることさえできない。歴史を正して、ヒストローム値を 0.1 に下げるしか。いや、待てよ。そうなると。何？どうしたの？ヒストローム値が 0.1 になるには、本能寺の変の後、歴史通り、山崎の戦いで光秀が惨敗し、そして、いや、しかしそんな。なんなのよ、バラノスケ。はっきり言って。光秀、すなわち石松は、死ななければならない。それが歴史であり、そうでないと、ヒストローム値は下がらない。なんだって？そんな！夜の山中で、うららとバラノスケは焚き火を囲んでいた。もちろん石松は生き延びようとするだろう。だがそうすれば、歴史は変わる。我々は、それを阻止しなければならない。阻止するって、どういうこと？まさか。ああ。石松が抵抗するなら、我々の手で、彼を。やめて、バラノスケ！自分が何言ってるか分かってるの？石松は仲間なのよ！バカなこと考えないで！ああ、そうだな。何か手はあるはずよ。何としても石松を助けなきゃ。いずれにしても、本能寺の変まで、あと七年。それまで、我々は待つしかない。その時である。突然、鋭い光とともに大きな箱のような物体が出現した。うわ、なんなの？あれは。物体はワンボックスカーに似た次元移動機であった。中から男が二人出てきた。剣崎バラノスケ、それにふもとウララ、そうだな。誰なの？あんたたち。我々は統一執行部の者だ。石松は私の部下だ。部長、どういうことだ？来ない約束のはずだ。約束？ここへ来る前に話をつけてきた。仲間の私が解決するから介入しないようにと。だったらどうして？石松ごときに2年もかかって何をやっている。もういい。この件は我々が処理する。そんな、ちょっと待ってよ。ふもとうらら、君は民間人だ。それも我々とは違う21世紀の、もともと口を出す立場にない。余計な真似するな。何を偉そうに。それで石松をどうする気だ？叱るべき処置を取る。これ以上奴の好きにはさせない。つまり始末すると。なんだって？待って、そんなことしないで。私たちが何とかする。説得するわ。本当よ。おい、やめろ。いい加減しないか。そっちこそやめた方がいい。石松は明智光秀として歴史に大きく関わっている。今彼を始末したら歴史が変わってしまう。それでもいいのか？
何？今石松に手は出せない。そうだろ？あ、なるほど、そうだったよね。バラノスケ、えらい。さあ部長、どうすんのよ。バラノスケ、二人だけで話したい。来い。バラノスケと部長が物陰で密談を始めた。何をひそひそと、一体何話してんの？うらら、話がついたぞ。我々に任すとさ。え、本当に？ああ、それにいい手が見つかった。これで7年も待てなくて済む。ほらそこに次元移動機があるじゃないか。そうか、一気に飛んじゃうってわけね、7年後に。ああ、石松の慎重な性格からしても今はまだ歴史を変えるような動きはしないだろう。変えるとすれば本能寺の変の前後、そこで勝負に出るはずだ。さあうらら、行こう。しかし部長、いいんですか？構わん、言う通りにしてやれ。そうよ、黙って運転すりゃいいのよ。分かったよ。それでどちらへ？今から7年後、1582年だ。では剣崎、頼んだぞ。お任せを。1582、セット完了。はーしん。さあ行くわよ、手っ取り早くひとっ飛び。それ出発。まったく、なんというご都合、こんなことでいいのかなと思いつつも、とにかくうららとバラノスケは再び時を超えた。まあそんなわけで、あっという間に7年後ってわけ。二人が着地したのは近江坂本の山中、同じ場所であった。あー、でも眩しい、闇夜から急に昼だもんね。さてと、馬がいるな。どこかで調達しよう。これからどうするの、バラノスケ？石松に会う。石松、つまり光秀は天正10年5月17日の今日、信長の安土城からこの坂本へ戻ることになっている。明智光秀は信長から中国出陣を命じられ、急遽この日坂本城へ戻った。しかし軍団をもう一つの城である丹波亀山城に待機させたまま、なぜか数日間坂本城を離れなかった。その間、光秀が何をしていたかは記録には残されていない。おそらく光秀、つまり石松は、この先数日間で大きく動くはずだ。自分の計画を成功させるためにね。そして6月2日、奴は本能寺で信長を撃つ。でも、石松はどう動くっていうの？計画を成功させるには何が必要なの？光秀の失敗には大きな原因が3つある。一つは、信長に敵対する戦国大名の協力を得られなかったこと。光秀は中国を支配する毛利輝元に密使を送ったが、途中で行方不明になったそうだ。へえ、残念だったね。二つ目は親友の裏切りだ。裏切り？ああ、細川藤孝と筒井純慶、この二人が信じていたのに味方につかなかった。そうなんだ、かわいそうに。あと一つは、備中高松にいた秀吉の軍が本能寺の変を知って大急ぎで戻ってきた。そのあまりに早い進軍に光秀は体勢を整える間もなく山崎の戦いで敗れてしまった。結局ついてなかったってわけね。それじゃまんま石松の人生じゃないの。だから奴も必死だ、そうならないよう動くだろう。で、どうすればいいの？石松は街道を通って坂本城へ向かう。その道のどこかで彼を待ち伏せ、もう一度説得を試みる。それでどうだ？ええ、いいわ。バラノスケ、行こう。しばらくの後、明智光秀、すなわち石松は坂本城へ帰るべく街道に馬を進めていた。急げ急げ、早く城へ戻るんだ。
急いで準備せねば間に合わぬ。はあ、それ間を早めよう。急げ。その時である。ちょっと待った。何？始末の行く手にうららとバラの助が立ちはだかった。うらら、バラの助も。いやあ、光秀殿。久しぶり、元気そうね。今までどこにいた？散々探したがどこにも。当たり前よ。あれからすぐ飛んじゃったもの。七年も待ってられないもんね。なんだって？あんたのやろうとしてることはお見通しよ。だからこうして止めに来たの。バカなこと始めないうちにね。うらら、この無礼者を。でぇー！あの！でぇー！お、峰打ちだ。我々は話し合いに来た。なんなら、家来を全部片付けてからでもいいが。ああ、わかったわかった。おい、下がれ。手を出すな。それで、俺に何を言いたい？決まってるでしょ。こんなこともうやめて。歴史を変えちゃいけないわ。そして歴史通り、俺に死ねというのか。そうじゃない。もちろん死なせたくはないけど。でもそうなるんだ。歴史を変えなければな。そうはいくか。俺は生き延びる。そしてついでに天下も取ってやる。どうせ生きるんならその方がいいに決まってる。石松。では、どうしてもやると。だったらどうする？俺を切るか？できないはずだ。この野郎。あ、なんなのあれ。突然男が乱入し、家来たちにビーム銃を乱射し始めた。ひどい！なんてこと！さっきの統一執行部員だ。くそ、バカな真似を。チキショウ、あいつめ！動くな、石松！あとはお前一人だ！おい、待て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 ！やめろ！なんなのよ、あんた！どうしてこんなこと！こいつは統一執行部員の恥さらしだ！許してはおけない。俺がこの手で始末する！そんな！どういうことだ？部長の命令か？部長なんかどうだっていい。さっき、25世紀を送り返してきた。手ぬるいんだよ、あの部長は。ということは、これはあんた一人の考えだと？ああ、そうとも。それがどうして？だったら、仕事の邪魔をするな！うわあ！うわあ！あらのすけ、何するの？仕方ない。石松を助けるためだ。助ける？なぜだ？なぜ俺を助ける？わかっているだろう。まだお前を死なせない。歴史で決まった。その時まではな。殺すために助けたんだ。バラの助。お前、部長に雇われたな。そうなんだな！なんだって？バラの助？ちくしょう！バラの助！やめろ、石松。私に勝てると思っているのか？だったら切ったらどうだ？やれるもんならやってみやがれ、ちくしょうめ！その前に、お前を！はぁ！やめて二人とも！何やってんの？仲間なのにどうして？うらら、こいつはそういう男だ。仕事のためなら仲間を裏切る。平気でな。だがな、バラの助、俺は死ぬつもりはない。何としても生き延びてやる。チキショウ、見てろよ。ひどいよ、バラの助。最初からそのつもりだったのね。そうじゃない。だが今は事情が変わった。なんて人なの、あんたって。仲間を殺そうなんて。私はプロの殺し屋だ。この戦国の世と同じように仲間がたやすく敵となる世界で生きてきた。私の仕事に相手が仲間かどうかは問題ではない。それが私でも、その相手が私でも。答えて。ああ、仕事とあらばな。だが、そうならないよう願っている。バラの助。おい、どこへ行く？どこだっていいでしょ。あんたに関係ない。うらら。よくわかったわ、バラの助。結局あんたには、友情という気持ちなんてなかったのよ。それなのに私は、一番大事に思っていた友達に裏切られた。ひどいよ。あんたなんかもう仲間じゃない。
うららは馬を走らせ、そして心を決めたのである。こうなったら一人でもやってやる。そうだ、山内和豊と千代に力を借りるのよ。そして石松は私が助ける。それで歴史が変わるというなら、だったらそうなればいい。私は仲間を死なせない。うららは一人馬を走らせた。目指すは近江長浜。私がこの時代で頼れるのはもうあの人たちだけ。山内和豊と千代、石松を救うためには二人の助けを借りるほかないわ。でも考えてみたら、二人に会ったのは七年も前なんだよね。ひょっとしてもう忘れてるかも。誰そこにいるのは。あれ、うららかい？はい、うららです。和豊の妻、千代が駆け寄ってきた。あらまあ、本当にうららだがね。久しぶり、よう来てくれたわ。あんたに礼言いたかったの。私に？馬よ馬。あんたに言われたことが気になってさ、それで思い切って買ってやったのよ。和豊に馬を。でも金10枚はあんまりだわ。粘ってもっと値切りゃよかった。ああ、そのこと。それで、どうなったの？去年、信長様が京で馬揃えを催されてね。馬揃えとは、軍馬を一堂に集めて軍隊の士気を鼓舞し、同時にその軍事力を誇示するための式典である。その馬揃えで、和豊の馬が信長様のお目に留まってね。あのあっぱれな名馬は誰の馬か、褒美に加増してやれ。と、まあ、えらくお喜びで。へえ、そうだったの。ああ、おかげで和豊はいい妻を持ったと、私の評判まで上がってさ。内助の功ってのもいいもんだよね。あんたのおかげで、和豊も出世できそうだで。うらら、ありがとう。よかったわ。それなら話がしやすいかも。何、話って。うららは、屋敷で千代に事情を打ち明けた。なんだって？あの光秀様が謀反を？そう。日時は6月2日の早朝。場所は京の本能寺。なんでそんなこと知っとるの？見えるのよ。私の言ったことに間違いなかったでしょ？馬を買って、和豊様は出世した。それじゃあ、今度はそんなことが見えるん？ええ。だからそうなる前に、何とかして食い止めたいの。食い止めるって、どうやって？光秀様は、本能寺を襲撃した後、親友の武将に協力を求めるはずなの。でも裏切られて、光秀様は孤立することになる。だからそうならないよう、事前に手を打つと思うの。ちょっと待ちゃ。わからんがね。あんたたち未来人は先のことが見える。でもなんで先のことが変えられるの？この先必ず起こるものなら、今どうこうしてもしょうがないでしょう。もう、それじゃはっきり言うわ。私は未来から来たの。ずっと先の未来からね。なんだって？やっぱわかんないよね。違うがね。なんだいもったいぶって。そうならそうと、なんで早く言わんの？あ？どっちかっていうと、その方がまだわかるわ。先が見えるなんて、妖術みたいなこと言われるより。それで、どうすりゃいいの？とりあえず、会わなきゃならない人がいるの。光秀様の親友だっていう武将だけど。名前は？確か、細川なんとかって。細川隆。北の。誰それ？違うよね。あ、なんだっけ。藤高？細川藤高様？あ、そう、多分それ。あと、筒井なんとかって人、筒井、道高、安高？知らんわ。純慶様なら知ってるけど、筒井純慶様。あ、だと思う、多分。大丈夫なの？いいな、それで。とにかく会いたいの。和豊様に頼めるといいんだけど。和豊は備中高松へ戦に出てるがね。秀吉様があそこの高松城を攻めてるもんだから。あ、そうなの？
困ったな。どうしよう。ならしょうがない。私が一肌脱ごうかね。あ？近頃私も、ちょっとした有名人なんだわ。そんなわけで、うららと千代は馬を走らせ、丹後宮津城の細川藤高を訪ねた。おお、そなたが和豊の内儀か。はい、千代でございます。噂は聞いておるぞ。あれは立派な馬であった。いや、よくぞ飼われた。和豊もそなたのような内儀を持って幸せ者よ。細川藤高、光秀の盟友であり、二人は姻戚関係にもある。その方、うららと申したな。光秀殿と近しい間柄とか、話とは何だ。はい。実は。うららは、光秀の計画を藤高に伝えた。おお、そのことか。聞いておる。すでに使いが参った。で、まさか味方につくつもりじゃ。もちろんだ。光秀殿とわしは固い友情で結ばれておる。助けが必要とあらば、断るはずがなかろう。やばい。遅かったか。石松がもう話をつけてるよ。何をブツブツと。あ、いえ。でも藤高様、それはやめた方が。やめる？味方するなと申すか。なぜだ。なぜって、その、あの人のためにはその方が、あ、そう、ほら、よく言うでしょ？情けは人のためならずって。なんだと？わしが見返りを期待していると。バカな、何を申すか。わしは私利私欲で動くのではない。無礼な。あれ、何怒ってんの？うらら、あんた勘違いしとらん？今のは意味が違うがね。え？ちなみにその意味は、人に情けをかけておけば、いずれ自分に良い報いが来るということ。そうなんだ。うららとやら、そちはわしを侮辱しに参ったのか。ならば許さんぞ。ああ、そんな違います。今のなし、勘違い、忘れて。藤高様、つまり、うららはこう申し上げたかったのです。情けがあだになると。あだに？わしが味方しては、光秀殿のためにならんぞと。そうなのよ。そんなことしたら石松、じゃない、光秀様がいい気になるわ。世の中甘かないってことに気づかせなきゃ。大体あの人ってほら、容量悪いし地味だし、どう見たって天下取るって器じゃ。今度は我が友を愚弄するか。え？親友を笑うはわしを笑うも同じこと。いよいよもって許し難い。うらら、それ以上申すと切り捨てるぞ。うわあ、ちょっと待って、そんな。バカね、何やってんの。どんどん怒ってくじゃないの。どうすんのよ。どうするって。ああ、困ったな。もうよい。わしの決意は変わらず、帰れ。わかったわ。帰りゃいいんでしょ？帰りゃ。何よ、わからず屋。わからず屋だと？だってそうじゃない。うらら、やめなって。いいのよ。こうなりゃやけくそよ。藤高様、あんたちょっとおかしいんじゃないの？光秀様は主君の信長様を裏切ろうとしてるのよ。それって悪いことじゃないの？なのに味方してどうすんのよ。本当の友達なら止めるべきでしょうが。違う？何？私ならそうするわ。友達のために味方しない。それが友情ってもんじゃないの？それも一理ある。でしょ？人を裏切るのは良くないわ。藤高様も裏切っちゃダメよ。いや、しかし、一旦承諾しておいて今更。とにかくそれでは光秀殿に申し訳が立たぬ。だったら、そう。例えばほら、反省文書くとか。なんなら思い切って坊主頭になっちゃうとか。なるほど、坊主か。あ、それは明暗じゃ。あれ、マジで？その後、細川藤高はうららの言う通り、頭を丸めて引退することで光秀に組みしないことを表明したという。うららと千代は次に大和郡山城の筒井順慶を訪ねた。もちろんそのことは聞いておる。光秀殿とわしは深い縁で結ばれておるからの。では順慶様、やはり味方につくと。それがその、実は迷っておる。何しろことは簡単ではない。
光秀殿に組したいのは山々だが、それでは大恩ある信長様を裏切ることになる。しかし、光秀殿がこの先守備よく天下を取るとなれば、今味方につかねばわしの立場はない。さりとて、味方について万一負けでもしたら、わしもただではすまんし。で、結局どっちにするわけ？決められんからこうして悩んでおるのだ。じれったいなあ、もう。一体どうしたら決められるっていうの？まあ、勝敗の行方が分かれば、そりゃわしだって。それじゃあ何？勝ちそうな方に味方するってこと？それってつまり、なんて言ったっけ？日和見かい？そう、日和見。よくそれで友達だなんて言えるわね。仕方なかろう！この世の中、友情だけでは生きていけんからな！うららとやら、そちは未来人だそうだが、もしや、今後の成り行きが見えるとか？知らないわよ。たとえ知ってても教えない。あんたにだけはね。そうやってずーっと悩んでなさい。その通り、ずーっと悩んでいたかはともかく、筒井純慶は山崎の戦いに際し、形勢不利な光秀に味方しなかったのは確かである。でもなんかがっかり。友情ってそんなもんなの？そりゃまあ、人間いざとなりゃ自分の身が可愛いからね。誰だってそうじゃないの？そんな、そうじゃない。私はそんなんじゃ。そんな二人を木の上から見送る男がいる。バラの助である。うらだ。君の行動は私にとっても好都合だ。君が動けば動くほど私の仕事も楽になる。いいだろう。歴史を正すのは君に任せるとしよう。そして私は石松の死を受け持つ。近江坂本城では石松のもとに砲が届いた。なんだって？藤高は坊主に、純慶は日和見？それでは元の木阿弥。くそ、どうなってんだ。誰かが横槍を入れた。そういうことでは。石松の傍らにいるのは腹心の斎藤利光である。横槍を？うららか。そうか、うららの仕業だ。うらら？では、いつやのあの女が？ちくしょう、うららめ。やれやれ、こんなことなら計画を打ち明けられた時にもっと反対すればよかった。絶対成功間違いなし。あの時殿はそう申されたはず。何としても勝たねばならんのですぞ。ああ、わかってる。とにかく利光、すぐに密偵を放て。これ以上邪魔されてはたまらん。うららの動向を探るんだ。その頃、うららと千代は馬を西へ向けていた。うらら、今度はどこへ行くつもり？備中よ。備中高松城。今度は秀吉様に会うの。秀吉様に？秀吉様を動かして本能寺を守ってもらうの。ちょうどいい。和豊もあそこにいる。気合い入れてやらなきゃね。よーし、うらら、ついといで。それ！ああ、待ってよ、千代ね。うららと千代は西へ向けひたすら馬を走らせた。うららが西へ？どこへ行くつもりだ。バラの助は服部半蔵から知らせを受けた。もしや秀吉のところでは。だが、秀吉に会ってどうする？歴史では秀吉はまだ。待てよ。もしやうららは。いかん。うららを止めなければ。止める？当分泳がせておくのではなかったのか？今度は違う。うららを行かせてはならない。追いかけて、行く手を阻む。半蔵！さあ、行くぞ！石松は、近江坂本城で密偵の方に仰天した。どういうことだ？まさか、うららは秀吉を動かすつもりでは。しかし、今秀吉が動いては歴史が。いや、うららは歴史を変えるつもりだ。俺が変えようとする歴史とは違う方向へ。くそー、なんてこった。殿、どうなされた？腹心の斎藤利光が何事かと詰め寄った。利光、うららを追うんだ。うららは秀吉に知らせるつもりだ。俺が本能寺を襲うことを。なんと！急げ！うららを止めるんだ！
バラノスケは服部半蔵ら忍者を従えウララを追っていた。ウララ、どこだ。秀吉に今動かれては困る。秀吉が動くのは本能寺の変の後でなければ歴史が変わってしまう。何としてもウララを止めなければ。石松の命を受けた斎藤利光も家来を従えウララを必死に追っていた。急げ、秀吉に秘密が漏れれば我らは滅ぶ。秀吉を動かしてはならん。その前にあの女を捕らえるのだ。邪魔する者は蹴散らせ、切り捨てよ。ウララと千代は街道近くの河原でしばしの休息をとっていた。はい、お尻が、あ、私だって、さすがに答えるわ、これだけ馬に乗ると。ねえ、備中の高松城まであとどれくらい？この辺りはもう備中の国よ。そんなに遠くないはずだわ。でもなんか悪いな、ジオネをこんなとこまで付き合わせて。今頃何言ってんの。嫌ならとっくに帰ってるわよ。でもどうしてここまで助けてくれるの？友達だからよ。私はそう思ってるけどね。ジオネ、それにたまには冒険するのもいいかもって。武士の妻なんて退屈なもんだがね。おまけに亭主があの調子だしね。じゃあちょうどよかったってこと？そういうこと。あんたはどうなの？どうしてこんなに頑張らなきゃいかんの？友情のため、それに自分のため。自分のため？自分を試してるのかも。自分がどれほどの人間かを。友情のために私は何ができるのかって。なんか走れメロスみたいだけど。走れ？なんだって？おーい。あ、誰かこっちへ来るがね。誰だろう。まさか私たちを追ってきたとか。一人で？やってきたのは侍らしい男である。お前たちこの辺の者か？ちと道を聞きたい。道を？さよう。備中の高松城はどの方向だ？あっちか。高松城へ何しに？城へ行くのではない。この近くに毛利勢の陣地があるでの。余計なこと聞くでない。毛利勢？なんか怪しいね。ねえお侍さん、どう？ちょっと休んでいかない？そうよ、それがいいわ。ほら、おにぎりもあるし。おお、それもありがたい。ずーっと走り詰めで食う暇がなくてな。さあ、ここへどうぞ、私たちの間に。そうか、では遠慮なく。おっ、ほらしゅっと。さあお客さん、お一つどうぞ。おお、うまそうな握り飯だ。しかし、わしも運がいいな。こうして両手に花とはな。あらば、お上手。いや、なあ、もう。ところでお客さん、どちらから？ん？わしか。近江の坂本からじゃ。坂本？あらま、遠くから大変ね。そうなんじゃ。至急書状を届けろと仰せつかってな。まったくうちの殿も人使いが荒い。まあかわいそうに。一体その殿ってどなたかしら？近江の坂本といえば明智光秀殿に決まっておる。あらそう、やっぱり。千代ね、うらら。ん？なんだ？お前たち、なんでそんな目でわしを？何をする？縄をほどけ！畜生！何の真似だ！うるさいね。黙っとれよ。千代ね、懐からこれが。なんか手紙みたい。ちょっと貸して。毛利輝元。ああ、こら、見るな、返せ。もら、畜生！なるほどね。これは光秀様が毛利へ宛てた密書だよ。味方してくれっていう。毛利といえば信長様の強敵だがね。それじゃあやっぱりこの人は。ああ、密使だよ。こんなところで鼻の下伸ばしてるから悪いんだわ。なんたる偶然。でもこれでまた一つ石松の計画を潰したわ。あ、おい、いたぞ、あの二人だ。あれはバラノスケ。誰？知り合いか？大変、逃げなきゃ。二人は馬に飛び乗った。うらら、待て、余計な真似するな。バラノスケたちの馬が二人を目指してやってくる。うらら、なんなのあの連中は。私たちを捕まえる気よ。
ほら、急いで。バラノスケたちが懸命に追いかける。うらら、やめろ、止まれ。バラノスケ、来ないで。邪魔しないでよ。そうはいくか。それ、もう少し追いつくぞ。斉藤利光たちの馬もようやく目標を捉えた。お、あれだ、あの女たちだ。しかし利光殿、すでに女大物たちがいます。奴らは何者でしょう。邪魔だ、どかせろ。バラノスケは後ろから迫る侍たちに気づいた。なんだ奴ら、どうして追ってくる。まずい、バラノスケ殿、追いつかれるぞ。どけどけ、ここを通せ。くそ、あんた貴様、邪魔するな。そこそ邪魔だ。おい半蔵、何をやっている。喧嘩をしている場合か。しかしこの侍が、この野郎、何をこの、なんだこれは、どうなっている。何をしておる。スマホたち、何者だ。なぜ邪魔をする。あの女、うららの味方か。なんだって。踊れ、追いかかれ、一人も生かすな。おい待て、やめろ。やめろ、やめるんだ、落ち着け。黙れ、面倒無用じゃ。とにかく聞け。我々はうららの味方ではない。秀吉に会わせないために追っている。そちらも同じでは。何？ではお前たちも。ああ、理由は違うが目的は同じ。ならばここは争わず共に行動しよう。急がねばうららが向こうについてしまう。よかろう、では一度参るぞ。とその時である。なんだあれは。いかん、秀吉軍だ。騒ぎを知った秀吉方の軍兵が退去して押し寄せてくる。くそ、やむをえん、退却だ。みんな引き返すぞ。乗れ、引け引け。たわいないやつらめ。軍の先頭にいるのは山内和豊である。うらら、千代、安心せえ。もう大丈夫だ。和豊様、あんた。しかし驚いたぞ。街道が騒がしいというので来てみたら、そなたらがやってくるではないか。なんでこんなところに。一体は何事だ。秀吉様に知らせたいことがあるの。それで馬を飛ばしてきたんだがね。さあ急いで秀吉様に。あ、わかった。おい、誰か案内を秀吉様のもとへお連れするのじゃ。はっ。さあうらら行っといで。ええ、千代ね、和豊様、ありがとう。ああ、頑張るんだよ。どうなっとるんだ。嫌に仲がええではないか。あんたもどうなってんの。嫌に勇ましいじゃないの。ああ、わしも変わったような気がする。うららに会ってから、なんかこう、自信がついたというか。そのようね、頼もしいわ。惚れ直しちゃったかも。そうか。お前も今日は妙に優しいというか。私たちも頑張らなきゃね。二人の夢を叶えるために。ああ、いつか一国一城の主に。これもうららのおかげかもしれんね。すぐさまうららは秀吉の前に通された。うららと申します。秀吉じゃ。長浜から参ったそうじゃな。大義であった。はい。一刻も早くお知らせしたいと。おお、聞こう。申せ。信長様を狙う謀反の動きがあります。6月2日、本能寺で。何？して、誰が信長様を？謀反人の名は？どうした？早申せ。光秀様。明智光秀様。光秀が？光秀が謀反を。それは誠か。はい。そうか、光秀が。あの光秀がの。秀吉様、至急京へお戻りください。秀吉様が動かれたと知ったら、光秀様も謀反を諦めるはず。どうか、今すぐにでも京の本能寺へ。まあ待て、うらら。そう急ぐこともあるまい。でももう時間が。
早くしないと謀反が起こってしまうわ。ならばそれでよい。やらせておけ。わしが動くのはその後でよい。かかる公共を逃す手はない。光秀が主君を裏切るならそれでよし。わしはその仇を討つ。忠義者としてな。それで天下はわしのものじゃ。なんだって？うらら、見よ、あの城。うららの目の前には、半ば水に沈んだ高松城があった。あの城も長くは持たん。京へ向かうのは、あれを片付けてからでよかろう。結局この世は、知恵のある者が勝つ。そういうことよ。そんな、ひどいよ。これが戦国時代というものなの。誰も信じ合おうとせず、裏切り合い、殺し合い、ただ天下を取るという野望に取り憑かれて。でも、私はそうじゃない。友情を信じる。そして、誰も裏切らない。うららは再び馬にまたがった。こうなったら、残る手段はあと一つ。今日の本能寺へ行って、織田信長に会うのよ。本能寺の変は、私が絶対止めてみせる。うららが本能寺に到着したのは6月1日のことであった。本能寺の変は明日に迫っていた。うららと申します。信長じゃ、何用だ。御殿の中で、うららは謀反の計画を伝えた。光秀か。ええ。明日の朝、軍を率いてここへ攻め込むつもりです。なぜそれをわしに教える？誰にも死んでほしくないから。殺し合いなんかやめてほしいから、すぐに逃げて。そうか。光秀がやはり来るか。わしを撃つに、この機を逃す手はないからな。信長はこの時、わずか数十人の小将という手薄な警備で本能寺に宿泊していた。まさに、謀反には絶好のチャンス。思った通りじゃ。光秀よ、来るなら来い。望むところだ。何がおかしいの？どうしちゃったのよ。いやいや、何、ちょっとな。うららとやら、そちの話は分かった。わざわざ大義であったな。それじゃ、逃げてくれるのね。そうなのね。ああ、まあ。よかった。これで本能寺の変を防げるわ。うららはほっとして本能寺を後にした。うららのやつめ。その頃、石松すなわち光秀は丹波亀山城で地団打を踏んでいた。くそー、おかげで味方を失ったわ。何もかも歴史通りだ。あーちしょー、このくさ、この野郎。キャー殿、何をドタバタと。なんでもない。さあ利光、出陣の用意だ。石松の計画を知るのは今も腹心の斎藤利光一人である。くそ、見てろよ、うらら。俺は諦めんからな。生き抜いて天下を取ってやる。深夜になって石松は1万余の軍兵を率いて城を出た。一同聞け、目指すは本能寺。我らの敵は本能寺にあり。天正10年1582年6月2日の夜明け前、ついに石松は本能寺を襲うべく京の町に進軍した。バラノスケ殿、バラノスケ殿。おお、半蔵か。来るぞ来るぞ、あれは大軍じゃ。よし、いいぞ、これで歴史通りだ。バラノスケは服部半蔵と共に本能寺近くの暗がりでその時が来るのを待っていた。おや、あれは、あの女子はうららではないか。本能寺の前ではうららが寺の様子をうかがっている。静かね。どうやら信長様は逃げてくれたようね。よかった。そこで何をしている？あ、バラノスケ。おっと、静かにしろ。うらら、今度は何をする気だ？関係ないでしょ。
何しようと私の勝手よ。信長に会うつもりか？そうはさせないぞ。あらそう。でも残念ね。信長様にはもう会っちゃったもん。なんだと？それでどうした？何を喋った？もちろん本能寺の変のことよ。だからすぐ逃げろって。今頃どこかでのんびりしてんじゃないの？信長様は。バカな。昨夜からずっと見張っているが、信長は寺から動いていない。なんだって？そんな。バラの助殿、光秀君が来るぞ。ここにいてはまずい。うららはバラの助たちと近くの木の上に隠れた。通りの向こうにたくさんの上りが見える。奇境の門、光秀の旗である。ちょっと押さないでよ。なんで木の枝なんかに。うわっ、おっとっと、ね、俺しっかり捕まれ。世話の焼ける。ちょっと変なとこ触んないでよ。誰なのあんた。わしは服部半蔵じゃ。ってことは忍者服部くん。くんとはなんだ。くんとは慣れ慣れしい女子でござる。ござるだなんて、やっぱそうじゃん。で、それよりどうしちゃったのよ。なんで信長様は逃げないの？確かにおかしい。何らかの防衛策を取るはずだが。何考えてんのよ。これじゃ自殺するようなもんじゃない。自殺？とうとう来たぞ。先頭にいるのが大将。私、信長様のところへ行ってくる。分かった、一緒に行こう。うららたちは本能寺へ忍び込んだ。御殿の一室に明かりが。私が信長様に会ったのもあの部屋だった。行ってみよう。信長は白い寝巻き姿で一人部屋にいた。信長様。おお、うららか。うららかじゃないでしょ。これはどういうことなの？後ろにいる者たちは。名乗るほどではない。影のようなものです。さよ、どうかお気になさらぬよう。信長様、ほら何してるの。すぐに光秀軍が攻めてくるわ。早く逃げて。よいのだうらら、これでよい。いいわけないでしょ。どうして。わしはもう疲れた。この世にもう未練はない。なんだって。わしはこれまで懸命に突き進んできた。天下統一という夢に向かってな。桶狭間で今川義元を破ったあの時からわしはその夢の虜になった。夢を追ってただひたすら前へ前へと。姉川で朝倉を、長篠で武田を、現れる敵を攻めては通し、また次の敵へと向かった。歯向かう者は、女子供さえも容赦はしなかった。ことごとく殺し、その累々たる屍を踏み越えてきた。そして今、わしは将軍になろうとしている。夢は、もうすぐそこなのだ。だったらどうして。虚しい。気がつけば、周りには誰もいなくなっていた。わしは、ただ服従するだけの家来と、積み重なった屍の山の上に一人立っているのだ。見上げても何もない。あとはもう転げ落ちるだけ。天下を取るとはこういうこと。夢を叶えて得たものは、孤独。それだけであった。信長様。うらら、そういうわけじゃ。わしはこの時を待っていたのだ。だからわざと警備を手薄にして隙を作った。天下の織田信長が弱音を吐いて自殺したでは格好がつかんからな。誰かに襲われたのであれば、わしの面目も保てるであろう。それじゃあ、信長様は？そうじゃ。これはわしの計りごと。光秀は、その罠にはまったのじゃ。その頃、本能寺の外では光秀軍が突撃態勢に入っていた。時は今、雨がしたしるさつきかな。何ですと？あ、いや、この句を読むのを忘れていたのでな。ちなみにこの句は光秀が天下を取る決意を表したものと言われ、詳しく説明したいところだが、残念、時間がない。さあ、者どもかかれブレーキ。御殿に火を放て。信長を逃すな。ああ、始まったわ。石松め、なんてこと。御殿の周りは瞬く間に火に包まれた。信長様、お願い逃げて。さ、立って。
もうよい、行け。人間五十年、下天のうちを比べれば、夢幻のごとくなり。うらら、是非に及ばず。そんな、信長様。うらら、信長殿は、どうやら燃え尽きたようだ。燃え尽きた？信長殿のように、仕事に精力的な人間が陥りやすい症状だ。仕事のために命を燃やし、その仕事を達成すると、まるで燃え尽きるように気力を失う。なんと信長は、今で言う、燃え尽き症候群であった。そこの者、影と申したな。解釈を頼みたい。解釈？よかろう、受けたまわった。何を解釈って、どういうこと？信長殿は切腹され、とどめを刺すため私に首を切れ。なんだって？ダメよそんなこと。うらら、そこをどけ。これで歴史通りだ。やめて、待って。信長様、死なないで。諦めちゃダメ、生きるのよ、生きて。うらら、なんか、そう、何か楽しいことを考えるのよ。例えばほら、今までやりたくてもできなかったこととか。そんなものはない、すべてやり遂げた。そんな、だったら、そう、どこかへ行きたいとか。どこかへ？あ、そう、南蛮へ行きたかった。南蛮？ポルトガルかスペイン、そのあたりだろう。南蛮の品ならたくさん持っておるぞ。そうじゃ、南蛮へ行きたい。当時来日していたポルトガルの宣教師ルイス・フロイスによると、織田信長はヨーロッパへの憧れを強く抱いていたという。南蛮か。大海原に乗り出して異国の地を巡るのだ。さぞ愉快であろうな。そう、それよ。生きていればその夢だって叶うのよ。だがどうやって？今さらどうにもならん。バラノスケ、助けてあげて、お願い。うらら、の、半蔵、なんだ？泉州の堺へ行けば、南蛮貿易の港がある。できないことではないが。堺へ？そこへ連れて行くと。ああ、なんならその役、わしが引き受けてもよいぞ。バラノスケ、そうしてあげて。ねえ、いいでしょ？バカな。それでは歴史が変わ、いや、待て。そうでもないか。なんなの、バラノスケ。歴史では、信長の遺体は本能寺では見つかっていない。誰もその死を確認していないんだ。生きようが死のうが、彼が歴史から消えさえすればそれでいい。それじゃあ、助かるのね。いいだろう。半蔵、信長殿を堺へお連れしろ。南蛮行きの船に乗せるんだ。二度と戻らないと約束させてな。ああ、わかった。ついでに、徳川家康に会うといい。今、堺にいるはずだ。家康に？彼に雇ってもらうんだ。それで伊賀忍者はこの先安泰だ。ああ、よくわからんが、そうしよう。信長様、行けるのよ、南蛮へ。よかったわね。わしが南蛮へ。そうか。では、ここで死ぬわけにはいかんな。そうよ。さあ、みんな行こう。かくして織田信長は、本能寺の変によって歴史からその姿を消したのである。バラノスケ、ありがとう。考えを変えてくれたのね。うららはバラノスケと共に遠くで焼け落ちる本能寺を眺めていた。考えを変えた？何の話だ？だって信長様を助けてくれたわ。だから石松の。勘違いするな。信長を助けても歴史は変わらない。だからそうした。だが、光秀はそうはいかない。山崎の戦いの後、光秀、つまり石松は、歴史通り、死なねばならない。なんだって？そんな！やったー！やったぞー！ついに信長を倒したぞー！石松は本能寺の焼け跡に立ち尽くしていた。殿、これで天下は我がもの。
としみつ、気が早いぞ。まだまだこれからだ。いや、そうではござらぬ。ここでお役交代、そう申したいわけで。何？どういう意味だ？わしが代わって天下を取る、そういうことだ。なんだって？信長は死んだ。今や天下は目の前にぶら下がっておる。わしにも取れないはずがなかろう。としみつ、では俺を裏切ると？忘れたか。裏切りはこの世の常だと。光秀、そちは主君の信長を裏切り、そして家来に裏切られるのだ。何する、やめろ。光秀はここで死ぬ。本能寺の混乱の中で誰の始末か分からぬままにな。さあ光秀、覚悟。ちょっと待って。何？お、そちは来ないだの。うらら、天下を取りたけりゃ勝手にすればいいわ。でもこの人は助けてやって。うらら、何よ。俺はまだ諦めて。まだわからないの？あんたは家来に見捨てられたのよ。この先どうやって天下を取るっていうの？おまけにあんたは信長様にも利用されてたのよ。利用された？どういうことだ？信長様は最初から死ぬつもりだった。わざと警備を手薄にしてあんたが襲うのを待ってたのよ。本能寺の変は信長様が仕組んだ罠だった。なんだって、そんなバカな。本人がそう言ってたの。私はその場にいた。結局あんたは駒に過ぎなかったのよ。信長様の思い通りに動かされていただけ。そんな。おい、何をごちゃごちゃと。助けてやってもよいが、その鎧兜はもらっておく。これからはわしが大将だからな。石松、もういいでしょ。終わったのよ、あんたの夢は。おい、何をしてる、早く脱ぎ。ああ、わかったわかった。ほら、持ってけ。よいか光秀、二度と姿を見せるな。自分は死んだ、そう思うんだな。これで天下はわしのもの。石松はがっくりとうなだれた。所詮俺はどこまで行っても下っ端、利用される側の人間でしかなかった。そういうことか。裏切るより裏切られるのがお似合いってわけだ。そんなことないよ。私は裏切らない。他のみんなが見捨てても私はあんたを見捨てない。それが私の友情。石松、私を信じて。うらら。石松、逃げよう。私と一緒に逃げよう。かくしてうららは歴史を変え、石松すなわち光秀を生かすべく本能寺を後にした。本能寺の変の知らせは泉州堺にいた徳川家康にも届いた。その知らせをもたらしたのは服部半蔵である。光秀が謀反、それで信長公は本能寺と共に骨も残さずすべて灰に。なんと、それは誠か。はい、今頃はもう遠いところに。遠いところ？ああ、いえ、この世にもうおられぬ、そういう意味でして。ああ、確かに遠いところ。これでもう二度とお会いできぬ。ところで家康様、上様が亡くなられたとなれば家康様にも危険が及びましょう。一刻も早く三河へ戻られた方がよろしいのでは。ああ、それはそうだが。今日を避けて戻るとすれば、伊賀の山を越えるが早道。そこでこの服部半蔵がお役に立つというわけで。そちが、なぜだ？拙者は伊賀の忍び。あの辺りは庭のようなものでしてな。それに、山賊が現れても、我らがおれば心丈夫。何しろ我ら伊賀忍者は、剣崎バラ之助という師匠から、忍びの術をみっちり仕込まれておりますからな。忍者か。よかろう。そちを召し抱える。伊賀は内政。服部半蔵はこれを機に長く徳川家に仕え、江戸城半蔵門にその名を残すまでになったのである。そして6月13日、京都山崎の地では備中高松から駆けつけた秀吉軍と、石松に代わって斎藤利光が指揮する光秀軍との間で天下をかけた戦いが始まった。急げ、天王山を抑えろ。秀吉奪われてはならんぞ。
山崎は京都への出入り口にあたる天王山と男山に挟まれた狭い平地である。戦力に劣る光秀軍はこの狭い通路で敵の進撃を抑え、さらに天王山を越えて敵の側面を突く作戦を取った。しかし天王山はいち早く秀吉軍が制しており、光秀軍は勝機を逸した。現在勝敗の分かれ目を天王山というのはこのことに由来する。やがて秀吉軍が総攻撃に出る。秀吉軍の圧倒的な戦力の前に光秀軍は混乱し、ついには総崩れとなった。おのれ秀吉め、やむえる、引くぞ、退却じゃ。斎藤利三の天下取りの野望もあえなくついえたのである。石松、ほら早く。まあ待てよ、うらら、少し休ませてくれよ。一方、うららと石松は都の外れの山中を逃走していた。でもじっとしてられないよ。今にもバラの助が現れるような気がして。でもこの夜では方角もろくに分かりゃしないって。あれ、あそこに人が。行ってみよう。近くの雑木林に男が一人倒れていた。ボロをまとってはいるが僧侶のようである。ね、大丈夫？ほら、しっかりして。どうやら雪倒れらしい。石松、手を貸して。起こすわよ。それ。水を。水、うん、ほら。ありがとう。助かりました。一体どうしたの？なんでこんなところに？私は修行僧で各地を巡り歩いております。しかし、ここしばらく何も食べておらず、とうとう力尽きて。気の毒に。あ、そうだ。ほら、おにぎりがあるわ。さ。いや、しかし、それはお二人の。いいのよ。困った時はお互い様。さ、遠慮しないで。それでは、ありがたく。これ、お坊さんってなんか似てるよね。似てる？誰に？あんたによ、石松。俺に？ちょっと並んでみて。そっくりだよ。なるほど。いや、これは奇妙な。世の中には自分に似た人が3人いるって言うわ。石松の場合は、一人は小松崎くんでしょ？誰だよ、小松崎って。あたしの友達。それからもう一人は、この。天海。天海と申します。あ、天海さんね。これで二人ってわけ。ところで、お二人はこんな夜中にどちらへ？どちらって、別に当てはないんだけど。では、私にお任せを。この辺りの村で泊めてもらいましょう。確か、オグルスという村が近くに。オグルス？変わった名前ね。オグルス？そんな。どうしたのよ、石松。いや、歴史では、光秀は山崎から逃げる途中、落ち武者狩りにあって、そのオグルスで死んだことになっている。なんだって？俺たちは知らないうちに、歴史通りに動いていたんだ。ということは、しまった！石松。その通りだ。バラの助！石松！なんだその格好は！坊主に化けてどうする気だ？は？何のことでしょうか？バラの助！その人は違う！石松は俺だ！何？あ、それにしてもよく似ている。ええ、紛らわしい！バラの助やめて！お願いだから！石松！電卓のヒストロムチはどうなっている？ 0.1 になったか？いや、まだだ。本能寺の変も。山崎の戦いも歴史通り起こった。なのになぜ下がらない？まだクリアしなければならない問題があるからだ。わかるな、石松。それが何か。ああ、わかってるよ。天正10年6月13日夜、明智光秀はここ、オグルスで死ぬ。それが歴史であり、お前の運命だ。つい、その時が来た。
さあ、石松、覚悟しろ。そんな、バラノスケ、待って。その時である。おい、そこの者、どけ、邪魔だ。としみつ。何？やってきたのは、山崎から逃げてきた斎藤としみつであった。さては待ち伏せして、わしを撃つ気だな。己、そうはさせるか。何なのよあんた、関係ないのを口出さないで。何をこさくな。己、切り捨ててくれら。おい、やめろ。黙れ黙れ。どうだったの、バラノスケ。私じゃない。トシミツの体を貫いたのは、藪の中から突き出された竹槍であった。村人らしい男が藪から現れた。おお、やったぞ、うまくいった。藪から棒とはまさにこのことだ。さては落ち武者狩り。おお、こりゃなかなかの上物だぞ。あ、もしや光秀。そうか、光秀か。こりゃ大当たりだ。違う、わしは違う。光秀はそこから。うわ、ひどい、なんてこと。なんだおめえら、こらオラの獲物だ。横取りはさせねえぞ。そんな気はない。いいから、その男を連れて消えろ。おお、そうするとも。よっこらしょ。光秀か、俺は高くれるぞ。やったやった、大儲けだ。やれやれ、とんだ邪魔が入った。さてと、石松。バラノスケ。もういいよ、うらら。見苦しい真似はしたくない。潔く罰を受けよう。何言ってるの、バカ言わないで。いや、すべては俺のせいだ。やっぱり責任を取るべきなんだ。俺はこの時代に生きた光秀として、ここで命を終える。石松、なんなのよ一体。二人とも何やってんのよ。どうしてこんなことに。ひどいよ、こんな仲間だったのに。一体これは何事なのです。どうか刀をお納めください。これ以上の殺生はなりませぬ。下がってくれ、あんたには関係ない。待って、バラノスケ、そんなことさせない。うららは短刀を抜いた。そしてバラノスケに向けた。近づかないで。でないと私が相手よ。君に勝ち目はない。うらら、やめろ。何も君が戦うことはない。私は後悔したくない。仲間を見捨てたって、この先一生悔やみたくない。これは私のためでもあるの。嘆かわしい。なぜ人の世はいつまでもこうなのだ。なぜこうも争わねばならぬ。天海様。うらら、残念だ。こんなことにはなりたくなかった。私だってそう。私は誰とも戦いたくない。誰も傷つけたくないのに。バラノスケが刀を構えた。うららも鋭い刃先を向けた。ああ、うらら、バラノスケ、やめてくれ。え、あれ、おい、見ろ、電卓のヒストローム値が下がっていくぞ。なんだって。ほんとだ、 0.9、 0.8、 あ、どんどん下がっていくわ。どうなっている。光秀である石松はまだ生きている。光秀の死がなければ値は下がらないはずだ。ちょっと待って、もしかしてあの人が。あの人って斎藤利光か。あの男が光秀の代わりだというのか。そうなのかも。しかし、あれは光秀に間違われただけで。でもあの村人は間違いだとは思ってなかったわ。同じようにみんなも間違いに気づかなかったとしたら。光秀は死んだと。ってことは何？これで歴史は正されたってことに。だよね。え？ああ、そうなるか。だったらバラノスケ、石松を切ってもしょうがないんじゃないの？でしょ？え？ああ、確かに。つまり、あんたの仕事は終わった。そういうことね。なるほど。ああ、その通りだ。やれやれ。助かった。だよね。やったー。うらら殿、
一体どうなったのです？天海様、私たちは助かったの。これでもう争わなくてもいいのよ。そうですか。それはよかった。ええ、よかった。本当によかった。うらら、とにかくこれで無事に帰れる。さ、支度を。ええ。天海様、せっかく会えたのに残念だけど、私たちはこれで帰ります。帰る？一体どちらへ？遠い遠いところへ。簡単には説明できなくて。天海様はこれからどちらへ？さあ、当てなどありませぬ。また旅を続けます。しかし、天海という名はもしや。何よ、バラノスケ。確か家康の側近に天海僧正という僧侶がいたはずだ。この人がそうなるべき人物かもしれない。あ、天海殿、行くあてがないなら徳川家康殿を訪ねるといい。あなたの道が開けるかもしれません。家康様を？家来の中に服部半蔵という男がいます。バラノスケから聞いたといえばあなたの力になってくれるでしょう。しかし、私は家康様とは縁もゆかりもありませぬ。とてもとても歓迎されるとは。だったらいいこと教えてあげる。家康様にこう言うのよ。あなたはこの先必ず天下を取れるってね。家康様が天下を？さあ。ああ、でもその前に秀吉様がしばらく天下を取るけど、そこはじっと我慢よ。慌てないで待ってれば、次は必ず家康様の番だよって。つまりは、ほら、泣くまで待とう、なんだっけ。泣かぬなら、泣くまで待とうホトトギス。そういえば、家康殿も我が意を得たりと、お喜びになるでしょう。そうですか。いや、よくわかりませぬが、そうしてみましょう。そして天海様、どうかあなたの手で、この国を、裏切りや争いのない平和な国に。みんなそれを願ってるはずです。その願いは私も同じ。家康様にお仕えできるなら、命ある限りそうなるよう努力いたします。この後天海は徳川家康の知遇を受け、三代将軍家光の時代まで長く徳川幕府の政治に参与したという。でもその徳川幕府も結局私が終わらせるわけだよね。明治維新のあの時に。世の中わかんないもんよね。はい。ああ、いいの。天海様、とにかく頑張って。さよなら。この時、うららたちがこうして天海と家康を結びつけたことで、実は新たな伝説が生まれていたのだが、それはまた後で。うらら、ありがとうな。ひどい目に遭わせたのに、最後まで俺のことを。いいのよ、もう。うらら、君がいなければ、取り返しのつかない罪を犯すところだった。許してくれるといいが。今は無理かも。でも、いつか許せる日が来たら、そうなるといいけど。あ、私も、そう願っている。うらら、0.1 だ。うらら、とにかく、元気で。ええ、石松、あんたもね。うらら、君の言う通り、私は、バカノスケだった。バカノスケ。うらら、さようなら。うらら、元気だ。長様、天海様、みんな、さよなら、さよなら、戦国時代。かくしてうららは石松とバラノスケと共についに戦国時代から消滅し、それぞれの時代へと帰っていった。ここは。
つの間にかうららは元の時代の街中に立っている。戻った？あ、そう、無事に戻ったんだ。よかった。うわ、びっくりした。あれ、うらら？あ、石松。誰だよ、石松って。お、あ、なんだ、小松崎くん。でも、一体どうしたんだ？今さっきこの曲がり角で別れたばっかりだよな。あ、そうだっけ。それより、聞きたいことがあるの。明智光秀のこと。え？なんだよ、急に。テストの勉強会？テスト？おぉ、そっか。明日テストだったんだ。それで、光秀の何を知りたいんだ？光秀が死んでないとかどうとか、その辺のこと。それって本当なの？ああ、確かにそういう説はあるよ。オグルスで落ち武者狩りにあって死んだのは、実は影武者だったんじゃないかってね。影武者っていうより、あれは勘違いっていうか。なんだって？お、あ、いいの。続けて。ああ、実際光秀の遺体は、すでに顔が判別できない状態で、遺体の鎧や兜から本人だと断定したっていう。つまり、光秀の死は正確には確認されていないんだ。へえ、やっぱりね。そんなわけで、光秀は生き延びて、その後、天海僧正になったという説もある。徳川家康の相談役として、徳川幕府に大きな影響を与えた人物だ。光秀が天海に？ああ。事実かどうかはわからないが、これは結構有名な説でね。俺もその説を信じたいね。光秀は別人となって、戦国の世をしぶとく生き抜いた。すごいじゃないか。顔もそっくりだしね。はい？お、なんでもない。でもそっか。私たちのしたことが、今ではそんな伝説になってたんだ。他に質問は？もういいわ。ありがとう。じゃあね。え、おい、もう行くの？おい、そんな、ちょっと、うらら！うららは、とぼとぼと家路に着いた。やがてその足が、人通りのない裏道に差し掛かった。あれ？あんなとこにラーメン屋の屋台が。ああ、そっか。そういえばあったよね。ちょうどここでバラの助が現れて、そして、私たちは戦国時代へ。うららは、何気なく屋台を覗き見た。いらっしゃい。あれは、そんな、嘘！うららは屋台に駆け寄った。あ、石松！いや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 、いや、うらら。どうして？それにその頭。ああ、坊主頭にしちまった。21世紀ではこれがお詫びの印なんだろ？石松。実はさ、あいつも。おい、隠れてないで出てこいよ。ああ、いやあ、うらら。バラの助、あんたもそれ。ああ、丸めてみた。実になんとも似合わないが、誠意を示すには、こうするしか。さあ、たま、当然だろ、畜生。俺を殺そうとしやがって。頼むよ、石松。もう言ってくれるな。だからこうして、頭を丸めて謝っているんじゃないか。それにしてもひどいだろ。だいたい俺とお前はだね。もういいでしょ、石松。よく言うじゃない。時間が解決するって。考えたら、その時間はもう十分経ってるわ。何しろあれから、そう、400年も経ったんだもんね。とにかく、これでお互い恨みっこなし。そうしようよ。うらら。私も誓うよ。もう二度と、友情を裏切らない。ええ、そう。約束よ。それはそうと何なのよ、この屋台は。ああ、石松は、幸い停職処分で済んだ。しかし、当分収入はない。それで、商売を始めたと。あ、でも待って。この屋台って、私がタイムスリップする前からここに、ってことは？ああ、今ちょうど、君とバラの助が次元移動機に乗ろうとしてる。ほら、あそこで。え？うらら、後ろでしっかり捕まってろ。さあ、行くぞ。
こと？もう放送時間がない。後でゆっくり考えろ。でもなんなのよそのラーメンは。麺はブヨブヨ、スープは青色。まずそう。ところでうらら、今度はどうだ？武田信玄に会うってな。バーカ言ってないで。ほら、手を動かす。黙ってないで呼び込みする。いらっしゃーい。いらっしゃーい、おいしいよーい。声が小さーい。はい、そこ、チャルメラ服。ま、そんなわけで、これで元通り。つまり、なんていうか。それは、あたしのセリフ。つまり、なんていうか。めでたし、めでたし。そういうことね。